今日は勉強に疲れてしまったピチペンペン君が気分転換にピアノが得意なピアノおばあちゃんに無茶振りをする企画です。ピアノおばあちゃんが知らない曲、米津玄師のパプリカを制限時間3時間でピアノで覚えてもらい、どこまで高速で弾けるかの挑戦です。早弾き最初から初見で